自分の子供を東大に行かせたというのをやりたいんじゃないかな。僕のした開成高校卒で志望校だった東大卒のクイズノック伊沢さんは運転免許の筆記試験をして問題文が論理的な難しいと理不尽な試験に来てたそうです。大学にも理不尽に回復され、来年から女性や天皇であるだけで東大国文理系入カルチャーになります。天皇が東大続いて入試受けたら天皇パーで受かるでしょうか。京都大学や東工大での世話をかけたらまた小深田教授が生まれるでしょうか。まあでも僕は運転の試験はやっぱりちょっと良くないと思うんですよね。伊沢さんが面白おかしく書いたせいでなんかこう伊沢さんバッシングになってる部分もあると思うんですけど、夜は道路に気をつけて運転するべきである。で、丸か×かなんですけど、正解は×。夜だけではなく、昼も気をつけるべきであるみたいな。いやいや、それ論理構造間違ってるだろうっていう。夜に気をつけるかどうか聞いて、昼に気をつけるかどうかは、この文章の中では聞いてないんですよ。でも、それはなんか丸にしなければならないっていう、引っ掛けを暗記しなければならないっていう、引っ掛けにすらなってないんですよ。例えば引っ掛けって、確かにそう読んだらそうだよねっていう問題であれば、これは引っ掛けだよねなんですけど、論理的にはお前これ間違ってるよ、それ言ってねえよっていうところもなぜか正解はこれですみたいになっちゃってるんで、なんで僕試験問題あれはねちょっと作り直した方がいいと思うんですよね。理研の温床なんでね、なんとか落とさなきゃいけないっていう風にやってるんだと思うんですけど、良くないなと思うんですけど、天皇家の人が東大に行くのは僕一般入試で普通に受けていけばいいと思うんですけどね。なぜ東大に行きたいのかっていうのが、なんか明確になってればまだいいかもしれないですけど、要はこの研究をするためには東大のこの研究室じゃなきゃできないんですっていうのがあるんだったら、あ、そんなに行きたいんだっていうのであればまだわかるんですけど、で、それもいまいちちょっと僕が調べた限りわからなくて、で、じゃあ行きたいなら一般入試で受けばいいじゃん。っていう、至極当たり前のツッコミが出ちゃうと思うんですよ。だから、なんで一般入試受けないのかなってのは不思議なんですよね。なんかね、川島紀子さんがなんか推してるという説らしいので、自分の子供を東大に行かせたというのをやりたいんじゃないかな。だから、かっこつかないって、それを言うのであれば、一般入試を受けないで、推薦で合格する時点でもうかっこつかないですよ。だから、かっこつく方法は一般入試で受かるしかないんですよ。一般入試じゃない状態で受かったとしても、それ格好つかないんですよ。なんだよ、なんか、天皇のっていうところのパワーで受かっただけじゃんってずっと一生言われ続けるんですよ。だから、一生言われ続けるのって結構きついと思うんですよね。だから、どんだけいいことしてても、でもあの人さ、東大さ、天皇の力使って受かったじゃんみたいなのを永遠に言われ続けるんですよ。それ考えたら、普通に学習院大学でいいんじゃねえと思いますけどね。こんばんは。私は現在京都大学に合格するために勉強してるんですけど、正直学歴は人生において大切だと思いますか？ついでに人生で一番大切なものって何だと思いますか？将棋の棋士の人で、僕は棋士になったんですけど、兄は頭が悪いので東大に行きましたって言ってた人がいて、僕それ割と一理あるなと思っていて、昭和の時代とか、平成の前半とかだと、大学に行くということと幸せに生きるということの相感が高かったと思うんですけど、今の時代って多分博打に強いやつの方が割とうまくいく確率高いんですよね。じゃあ YouTuber の能力って何なのかって言われると分かんないですけど、でも20代で稼いでる職業ランキングでいくと、スポーツ選手か YouTuber がバーっといて、でその後にエンジニアとか会社経営者がいると思うんですよ。エンジニアとか会社経営者って40代50代のエンジニアとか会社経営者と戦わなきゃいけないので結構大変なんですよ。でも20代の YouTuber ってライバルは40代の YouTuber とか50代の YouTuber じゃないんですよ。例えばじゃあ、はじめ社長と僕を見てる人のユーザーもファンも全然違うじゃないですか。なのでじゃあ20代で年収1000万2000万稼ごうってなると、同じ20代の YouTuber の中でそれなりのポジションを取れば年収2000万3000万いけるんですよ。じゃあなぜ YouTube が勝てるようになるのかっていうのは、もちろんYouTube の仕組みだったり、ユーザーの情報だったりとか、アナリティクスを見たりとかっていう、数学的な能力もある程度必要なんですけど、でもじゃあ、こういうネタが受けるよねっていう、センスだったりっていう、で、他の人がやってないだったりっていう、他の人がやってないもので、こういうネタが受けるだろうっていうところに、時間間と労力をかけるっていう賭けができるかどうかなんですよね。なので例えばじゃあそのメンタリスト DAIGO さんだったら若いうちにめちゃめちゃスプーンをいっぱい折るっていうのをやってたわけですよ。なんか100円ショップで買ってきたスプーンっていうのをひたすら折り続けるっていうのをやって、スプーン折りというのを物理的に修練としてテクニックとして手に入れるっていうのをやって、でそれ面白いよねっていうので引きがあるっていう。でもあれもそのじゃあひたすらスプーンを買うっていうその投資じゃないですか。でスプーン折れたとしてじゃあそれが自分が幸せになり続けるのかっていうとそれは分かんないじゃないですか。フォークでもいいんですけど、でその賭けをするフォークね、スプーンじゃなかったどっちでもいいんだけどっていう感じで、その他の人がやらないものに時間なりお金だったりという賭けができるかどうか、でその賭けに勝てるかどうか。要はそのギャンブラーってそのなんとなく賭けてるわけじゃなくて、これが当たるだろうなっていう当たりをつけて賭けていくんですよ。前に夜な夜なの方のチャンネルでお笑い芸人さんで競馬で1億ぐらい儲けてるって言ったっけっていう方が競馬でそのどうやって勝つかって話してたんですけど、まず他の人が賭けるようなところに賭けないっていうすごく当たり前のことを言っていてそうジャイさん、みんなが勝つだろうっていう人に賭けたらそれは倍率が下がるんですよ。なので他の人が勝たないと思ってるけども、この馬はこういうタイミングでは勝つことがあるよねというところに賭け続けるんですよ。たまたま1回賭けたって当たんないんですよ。要はそういうところばっかりに賭けてるといつか当たるんですよ。でもちろん一度も当たらないで終わる人もいるんですけど、でもやっぱり万馬券っていうのは一定の割合で必ず発生するんですよね。万馬券がここ10年出たことがありませんっていう競馬場ってないじゃないですか。やっぱり万馬券って必ず発生するんですよ。そうすると万馬券というのが起きる場合はどういうレースでどういう馬がどういう形で起きるか。そうするとこのレースだったらこれが万馬券取るかもしれない、このレースだったらこれが万馬券取るかもしれないっていう万馬券を最初から当てにいってるんですよ。要はその1位と2位の馬を当てるというゲームなので、1位と2位になりそうな強い馬にみんなかけがちなんですよ。でこれが学歴ね。要はそのなんか東大とか京大に行ったら幸せになれるんじゃないかってみんな思い込む。で確かに東大京大に行って金持ちになる割合は高いでしょうと。ただ東大京大の行ったとしてもその後会社員になったり官僚になったりするんですけど、会社員官僚になることが本当に幸せなのかって思うと、他の好きなことやって金儲けてる方が得なんじゃねっていう話になると、実はその東大京大に行って一般企業官僚になるというよりもこっちの方が楽しいんじゃねってこっち側に最初からかけ続けた方が実は幸せになる確率は高いのではないかという話、はい、とはいえ大学にも行けないような頭の悪い人が何かやろうとしても失敗する確率は高いので、一応大学に受かるぐらいの勉強はちゃんとしといた方がいいとは思いますよ、はい。努力は親ガチャに勝てるか。僕は慶應義塾大学薬学部出身の無職ですが、もうすぐ受験シーズンを迎える中、東大卒大のが勉強はこの世界で唯一努力が報われる分野なのに環境を整備して努力しない人間嫌いと言ってました。確かに人の身に努力すれば凡人でも現役でマーチや地方公立ぐらいいけそうですが、ひるきさんの勤務教師は大学受験と親ガチャと努力のどちらが大きいと思いますか？親ガチャの方が大きいです。努力ができるというのも遺伝の影響であるっていうのが割と最近言われてることなので、努力ができるという遺伝子を持ってるやつが努力しないやつらが悪いって言ってるのって、いやいやあんたそれ遺伝子のおかげだよっていうのを無視しちゃってるんですよね。なので例えばじゃあ大谷翔平さんが努力をしたら俺みたいに MVP をメジャーリーグで取れるんだって言われたとしても、いやいや確かに努力はしたと思う、でも努力だけではそこまでいけない人が世界中にいっぱいいるわけじゃないですか。大谷翔平さんになれなかったメジャーリーガーとか、日本のプロ野球選手とか多分同じように努力してると思うんですよ。でもいくら努力してもやっぱりなれない人はなれないっていうのがあるので、努力をする能力っていうのも実は遺伝で決まってるというので、努力は誰にでも平等にできるって言ってる人は大抵自分が努力できる遺伝子を持ってるタイプなんじゃないかなと思いますけど、例えば偏頭痛持ちの人っていうのがいて、季節柄とか気圧が変わった時とかアホみたいに頭が痛くなるらしいんですよ。僕持ってないのであんま気にならないですけど、偏頭痛持ちの人がじゃあ集中して勉強しようって言ってもやっぱり頭ずっと痛いと30分間集中するってことができないんですよ。頭痛いが気になっちゃうわけじゃないですか。何か記憶しなきゃいけないと思って、で殴られたような痛みが突然来るってなると、それなんか覚えてることを忘れちゃうじゃないですか。でそういう症状を持ってる人の前に努力をすればできるよ、東大でも努力すれば誰でも受かるんだって、お前偏頭痛持ちになってみろって話なんですよ。これ生理痛とかもそうで、男性の場合生理痛がないので基本的にはあんまり分かんないですけど、女性も軽い人もいるんですけど、重い人になるとやっぱり生理の最中というのは体調が悪くなって記憶するどころじゃないよねってなっちゃうんですけど、それを乗り越えた上でじゃあ同じテススをやりますっていうので受かりましたっていう人は、何も乗り越えてない人と乗り越えてきた人でやっぱりハードル違うんですよね。なのでなんか一概にその誰でもこういうことができるはずだっていうのを見極めは良くないんじゃないかなと思うんですけど、サッカーで5大陸でプロで活躍して、で日本のサッカーのなんか世界大会なんていうんだっけ、まあいや本田圭佑さんね。で本田圭佑さんがサッカーすごいよねっていうのは、確かに本田圭佑さんもめちゃめちゃ練習してるんですよ。それは事実です。でも本田圭佑さんのおじさんって日本でオリンピックでなんだっけ、ボートだか重量上げだとかでオリンピック出てる人なんですよ。なので結局その遺伝子的にオリンピックに行けるような、ワールドカップね、オリンピックに行けるような遺伝子を持っているという過程で育ったっていうのもやっぱり重要な要素なんですよ。で確かお兄さんだかも海外でサッカープレーしてるはずなんですよねっていうのもあったりするので、なんだかんだ言ってその本田さんも確かに努力はしてるけど、でも遺伝子の影響ってあるよねっていう、至極当たり前の話じゃないかなと思うんですけども、はい。こんばんは、私は23歳、フランス女です。これまで学歴が関係ないと思い生きてきましたが、就職で上京して高学歴がやはり頭の回転が早く仕事ができる人が多く、恋愛でもハイスペの方がやはり彼女の出身大学にする方が多く、学歴があることがとても有料であると感じました。そこで仕事をしながら勉強して慶応早稲田あたりを目指そうかと思うのですが、無謀でしょうか。通信制とかあるんで、通信制の慶応行くといいんじゃないかなと思います。JAXA が宇宙飛行士を募集して、学歴不問って言って、学歴を見ないで優秀な人をチェックしたら、結果として東大の人が2人受かったっていうのがあるんですけど、当選なんですよ。要はその優秀な人っていうのは、例えばじゃあその弁護士資格取ってますとか、医学博士ですとか、勉強得意な人の方がやっぱり客観的に優秀であることを証明する資格を持ってることが多いんですよ。で、客観的に優秀である資格を持ってる人は大学も余裕で受かるんですよ。だから普通に勉強したら F ランク大学じゃなくて、やっぱ東大とか慶応とか早稲田とか受かっちゃうんですよ。だからその学歴がどうこうで、学歴を重ねきてどうこうとかあるんですけど、やっぱ頭のいい人が、要はその F ランク大学でも早稲田でも東大でもどれでも好きなとこ行っていいですよ、ただ勉強した成果によって行ける大学決まりますよっていうんだったら、じゃあ勉強するわって言って優秀な人は東大受かっちゃうんですよ。わざわざ勉強して F ランク大学行くやついないじゃないですか。勉強できないやつが F ランク大学行くんですよ。なので結局学歴のあるやつは優秀なやつが多いっていうのはマジでそうなので、なので就職とかで学歴差別だとか言うんですけど、やっぱり学歴の高いやつは優秀な確率高いんですよ、残念ながらね。ただ、学歴低いやつが全員無能かというとそうでもないっていうのがあって、いろんな事情があって大学に行けなかった優秀な人っていうのもいるので、その学歴が 100% その知性を表すかというとそうではないと。ただ、高学歴のやつが頭がいい確率は絶対的に高いんですよ。その、慶応の幼稚舎とか上がりで、その慶応卒だけど頭悪いはたまにいるんですけど、東大受かるやつは基本全員頭いいです。ただ、頭いいけど頭がおかしいやつの割合も高いです。なんかね、その、統合失調症かなんかのね、心の病発生率もね、東大生の割合めちゃくちゃ高いんですよね。3割とか4割とかね、なんか明らかにおかしな数字になってたんですよね。その東大生の統合失調率みたいな。いや、その、大学の勉強って、その、好きな勉強をして受かりましたって人もいるんですけど、なんだかわかんないけど、興味もないけど、やれって言われたからやってますみたいな、その自分の欲望と自分がやりたいこととか、そのなんか生活の上で、例えば友達と遊ぶとか恋人と楽しい思いするとかっていうのを完全に切り捨てて、なんか勉強した方がいいと思ったから勉強したんすみたいな、ちょっとそのこういうタイプの人がやっぱり高学歴多いんですよ。で、こういうタイプの人ってやっぱりちょっと心の病の人が多いっていうのもあったりするので、めちゃくちゃ記憶力のいい人っていうのって、その割とその自閉症の人とかにいたりするんですよね。アスペと言われるタイプの人とかなんですけど、自閉症のタイプで、その、自分が興味のあることはめちゃくちゃやるし、言ってること、起きてること、目に見たことを全部記憶してるんだけど、コミュニケーション能力めちゃくちゃ低いみたいな人もいたりするんで、なんでその、頭がいいっていうのが行き過ぎると、逆に何かその、欠けてる部分が出てきちゃったりっていうのもあるんですよね。だから僕も、心が割とサイコパス的なことを言われがちなんですけど、なのでこう、サイコパスって言われると頭がいいという意味なのかなっていう誤解をして、ほくそ笑んでしまうタイプなんですけど、基本的にはそれぐらいちょっと頭おかしいっていうのがあるんで、皆さん気をつけてください。はい、令和になって現在の天皇が何一つ表にできません。この中で国民が不安の中、例えばビデオメッセージでお気持ちを表明するだけでも救われる人は多いと思っています。上皇なら雲仙普賢岳の噴火や東北大震災の際に平均国民に寄り添っていましたので、今の天皇は割と無能なのでしょうか。上皇が優秀すぎたというのに気づいてください。今のね、上皇が、なんだっけ、ナマズかなんかの新種発見しましたよね。一週間前ぐらいに。天皇辞めたから時間があるんだと思うんですけど、皇居の中にいるなんか新種かなんか見つけて、ハゼか、学会に発表したんですよね。本当なんかコメント詳しい人いていいな。職業天皇だったわけじゃん。職業天皇で、職業天皇としてはすげえ頑張ってたんだけど、平成って時代的にはちょっとなんか良くなかったよねと言われるんだけど、そう言っても天皇頑張ってたんだけど、辞めた瞬間、ハゼの新種発見みたいなさ、動物学者の仕事じゃん、それみたいな。すげえ優秀だったんだと思うんですよ。上皇。天皇じゃなくても全然やっていける人だったと思うんですよね。っていうのがあって、まず上皇そもそも優秀すぎ問題っていうのがあるので、みんながみんな上皇みたいにできると思うな。もともとその天皇家ってそんなに優秀じゃないんですよ。言っちゃ悪いんですけど。大正天皇とかいらっしゃるのをご存知かもしれないですけども。昭和天皇もね、最近その宮内庁の人のメモとか出てきて、結構ひどいこと書いてるんですよ。なので、昭和天皇もろくでもねえよな、みたいなのもあったりして、そういう意味でいくと、あんまり優秀じゃない天皇家の中で上皇結構優秀なんですよ。ただその、昭和の時代にその経済が上がってって、平成の時代ってそんなに経済がうまくいかなかったので、平成自体はあんまりいい時代じゃなかったよね、みたいに言われるかもしれないですけど、テニスできるよねじゃねえよ。でもその、上皇自体はミスをしないっていう結構優秀なことをやったんですよね。偉い人ってね、大体ミスするんですよ。タイの新しい国王とかも、若いうちにやんちゃしすぎてて、今は全然それを表に出してないんですけど、プミポン国王が倒れた後に、俺国王になるわって言って、腹出して北京ビキニって言われる、なんかT シャツの腹を出して歩くっていうのを割とそのやってる人で、入れ墨も入ってるわ、みたいなので、おいおい大丈夫かよ、こいつみたいな感じになったんですよね。今のタイの国王は。まあ、そうは言っても、今は結構まともな感じでそういうことはもう外では出さないんですけど、なのでやっぱりやりがちなんですよ、皇族って。ちょっと前になんか皇族で女の人で、なんかイギリスかなんかに留学してて、ミクシーかなんかに生き返ってて、なんか泥酔したみたいなので、それが流れたみたいな人いたと思うんですけど、っていう感じでその皇族ってたまたまそういう家庭に生まれただけで、本人が優秀かどうかってあんまり関係ないんですよ。優秀だから天皇になったわけじゃなくて、天皇の血筋を引いてるから天皇家にいるだけじゃないですか。なので確率論で言ったら、やっぱり優秀率は低いんですよ、残念ながら。だってほら、優秀な人を集めて天皇にしましたって言ったら必ず優秀になるけどさ、この血を継いでる人を天皇にするって言ったら優秀になるかなんかわかんないじゃん。なので、基本優秀じゃないよねっていうのはもう仕方ないですと。外から血を入れるっていうので、結婚相手が優秀だった場合は、その子供は優秀になる可能性ありますよ。もともとその天皇制って側室いっぱいいたんですよ。男の人と女の人1対1だったら、一生にやっぱり一人二人しか子供生まれないじゃないですか。女の子2人になったら男の子生まれないよねっていうのもあって、なのでその側室っていう制度があって、江戸時代だと大奥みたいな感じで奥さんいっぱいいて、男性が子供をいっぱい作って、そのいっぱいできた子供の中から長男だったらいいんだけど、長男が超絶無能だったら次男にするみたいな形で、少なくともいっぱい子供を作る中で優秀な子供の後継者として即位させて天皇にするっていう形で、天皇の平均レベルを上げてきたんですよ。天皇の血筋っていうのに縛られるんだであれば、天皇がいっぱい子供を作れば、優秀な子供を後継者すればいいじゃんっていうので、なので天皇制の維持って、側室とセットじゃないと成立しないんですよ。なので天皇だけ、どうせ日本の法律に縛られてないんだから、一夫多妻制にすればいいと僕は思ってるんですけど、日本人じゃないじゃん、天皇って。上皇もだけど。僕ら日本人なんですけど、日本の象徴天皇って言ってるんですけど、あいつら日本人じゃないんですよ。日本人って、日本人かどうかってパスポートを持っていて、日本の国籍を持ってるかどうかなんですけど、残念ながら天皇家の人って日本の国籍とか日本の住民票を持ってないんですよ。だって名字ないんだもん。なので、日本の代表ではありながら、実は日本人として、そのルールに縛られてなくて、日本の法律に縛られてないんですよ。概念的に日本人の代表っていうのがあって、法律上の日本人ではないんですよ。なので、日本人の法律に縛られる必要ないので、一夫一婦制も日本の法律でだと、例えば一人の旦那さんがいて、奥さん3人って多重婚っていうので違法なんですけど、日本の法律に縛られる必要ないので、天皇家って奥さん5人10人迎えてもいいんですよ。だって日本人じゃないんだから。例えばほら、中東のじゃあサウジアラビアの偉い人が来て、奥さん10人いますって言っても、別にどうでもいいじゃないですか。日本人じゃないから。なので、あ、そういうシステムの国で、そういうルールでやってるんですねって話じゃないですか。なので、天皇制自体も別に奥さん10人迎えてもいいんですよ。だって日本人じゃないんだから。っていうので、奥さんを10人迎えて子供をいっぱい作った方が、天皇制は維持できる可能性があると思うんですよね。天皇制を維持したいっていう話を、もしやるのであれば、やっぱり子供を、その男系を維持したいのであれば、男性の天皇を維持したいのであれば、子供をいっぱい作るしかないんですよ。でも子供いっぱい作るためには、残念ながら奥さんをいっぱい作らないと、人類的にはかなり難しいんですよ。